本格派推理小説、または本格ミステリー、本格推理小説、本格探偵小説とは推理小説のジャンルの一つ。推理小説のうち、謎解き、トリック、頭脳派名探偵の活躍などを主眼とするものである。なお、本格ミステリーという概念、名称は日本独自のもので、英語でのパズラーやパズルストーリーあるいはクラシカルフーダニットなどと内容的には、 類似していると言われている。エドガー・アラン・ポーのモルグ街の殺人事件によって原型が確立され、アーサー・コナン・ドイルやチェスタトンらの短編時代、および1920年代のアガサ・クリスティエラリー・クイーン、ディクスン・カーラによる長編本格ミステリーの黄金時代を経て、フェアプレーやサプライズエンディングなどの付帯状況が整備されて、いったとみなされている。日本においては、 イギリスで黄金時代が築かれた時期に江戸川乱歩によって創作熱が起こり戦後の推理小説復興期には横溝正史の本格長編がその唇を切ったその後文学派のミステリー作家との論争や社会派推理小説の台頭で古典的ミステリーへの関心は薄れていきまたリアリティに反するという批判もあって本格ミステリーは一時的にやや退調した しかし、1970年代から80年代にかけての横溝ブームは、角川書店の強力な宣伝や映画化とも相まって非常に大きな盛り上がりを見せた。また、書子研究者の島崎博士は、1975年に探偵小説専門誌、幻影城》を創刊し、古典的ミステリーを掘り起こす試みを行っている。ベテラン作家の横溝正史、相川哲也、 続き道を土屋隆を、中堅作家の阿わさかつま島田総司、連城、三木彦などを中心に、本格ミステリーの新作も書き続けられていた。1987年、綾辻幸じとのデビュー作、実格間の殺人が発売。この作品に橋を発する、新本格ムーブメントが起こった。北村香は、普通の小説に対するものとは違う、評価の尺度が、 本格ミステリーには必要だとしている。そのため、日本推理作家協会賞の受賞作品選定には、それを考慮すべきだと述べている。このような意見もあり、ジャンルとしての本格ミステリーの発展と、その年間最優秀作の選定のため、2000年に本格ミステリー作家クラブが発足した。以降、年間のアンソロジーの編纂と、 本格ミステリ対象の選定を行っている。ミステリを論理的な謎の解決を、主とするものとそれ以外のものに分類する、発想自体は、本格の名称が誕生する以前にもあり、例えば、佐藤春夫は、探偵小説には純粋な探偵小説と、前者ほど純粋ではない犯罪小説とでも言うべき、ものがあると考えていた。本格の故障を提唱したのは、 甲河サブローで同様の意味の純粋探偵小説という呼称も提唱したが本格が定着した。甲河は当時探偵小説と呼ばれていたジャンルが多様化しすぎていると考え、探偵による犯罪捜査のプロセスを主として描いたものを本格探偵小説、それ以外の変革探偵小説と呼び分けた。なお、黄河の主張は名称による分離の問題であり、 本格と変革に優劣をつけているわけではない。さらに、本格探偵小説のみを探偵小説とし、変革探偵小説をショートストーリーなどと呼んで分けることも提唱したが、これは受け入れられなかった。また、高賀に前後して、平林初之助も探偵小説を健全派と不健全派とに呼び分けたが、これはほとんど顧りられなかった。 高賀の主張に関して、江戸川乱歩は、戦術の佐藤春夫の見解を引いた上で、その佐藤が述べた一連の文学を一つの名称で、呼ぼうとしたとき、本来なら、探偵小説も、犯罪文学と言えるからまとめて、犯罪文学とするのがふさわしかったかもしれないが、探偵小説という名称の鮮明さゆえに、探偵小説、犯罪文学、怪奇小説、 幻想小説をすべてひっくるめて、とりあえず、探偵小説と呼ぶことになったと説明している。これについて、中島川太郎は、探偵小説という語の当時の新鮮な魅力に加えて、本格物周辺の小説が専門のジャンルとして成立しなかったことや、探偵作家も本格物だけでは、執筆を維持できなかったことが、探偵小説が講義になった大きな理由だと述べている。 戦後になると、変革については、それぞれの作品の性格によって、回帰小説、幻想小説、SF などと呼ばれるようになったが、本格という名称は使用され続けた。1980年代後半から90年代にかけてデビューした、新本格ミステリー作家については口述。確率1987年、綾辻つじが講談社から島田総司の推薦を、 伴い、実覚感の殺人でデビューし、以降、講談社の編集者、宇山秀信は、主に講談社ノベルスを経路として、新本格をキャッチコピーとするミステリーの集中的な販売戦略を取った。また、東京草原社の編集者、戸川康信も、同時期に、若手新人作家の活動をバックアップした。このような状況を受けて、 1980年代後半から1990年代前半に、かけ、国内のミステリーの若手新人作家が、相次いで、デビュー、作品の出版点数が大きく高まり、一般的な注目も集まった。この一連の動きを指して、新本格ムーブメントなどと呼ぶ場合がある。作風あやつじを起点とする新本格推理小説は、それ以前の本格推理小説群とは、やはりある。 主の断層がある。特に横溝の小説に見られるような、たぎるような人間の情念や日本人の土着性といった要素はかなり薄い。この頃は日本はバブル景気の最中であり、また書き手たちはまだ20代でおそらくは独身者が多く実施もいない状態で書いていただろう。描かれる世界も同世代、同時代を描いたものがほとんどである。このため新本格は 全般的に良くも悪くも軽快な印象を与えている。ちょうど昭和のムード歌謡や演歌に対してニューミュージックや J-POP といった音楽が没興するのと同じ構図であった。発展新本格派を登場時期を基準に分類する場合がある。当初は綾辻つじゆきとアリス川アリス、ノリズキなどを 代表的な作家とし、京都大学ミステリー研究会出身の作家がその中心であったと見ることができる。この世代は、前述の古典的ミステリーに習った作風を思考しているのが特徴である。江戸川乱歩や横溝正史、クイーンなどの影響を語る者も,も多い。競技には、新本格派ミステリー作家はこの世代の作家を指し、第一世代とも呼ばれる。 1994年前後にも、京国夏彦、西澤康彦、森博津倉、新人作家が多く登場している。この世代を、第二世代と呼ぶことがあり、講談社の編集者、唐木敦氏のプロモーションによるところが大きい。また、さらに後続世代の作品を、第三世代、新進本格などと称して売り出すこともあったが、外して、世代が下るほど、 第一世代が強く持っていた論理性への関わりは薄れる傾向にある。もともと出版社主導のキャッチコピーが起源ということもあるが、第一世代作家の出版点数が減少。その後ミステリーが概ね拡散状況となったため、現在ではこの用語自体が歴史的な用語に近くなっているとされる。公募本格推理小説を対象とする公募の新設も相次いだ。 詳しくは、テンプレート、推理小説の公募新人賞を参照のこと。新本格という用語、新本格という言葉は、あやつじゆきとの第二作、水車間の殺人の帯から使われ始め、同系統の新人ミステリー作家の作品に使用された、講談社のコピーであったが、次第に、東京草原社など他社からデビューした作家にも、使用されるようになり、ジャンルのように定着した。 現在では、新本格という言葉は戦術のような意味を持っているが、過去にも以下のような別の意味合いで使用されたこともある。一般に、日本の推理小説誌においては、1980年代後半から90年代にかけてデビューした一連の作家群を指して、新本格ミステリー作家と呼ぶ場合が多い。ただ、新本格という言葉自体定義が曖昧なものである、ため、 この定義についても小説ある。 1987年デビュー1988年デビュー1989年デビュー1990年デビュー1991年デビュー1992年デビュー1993年デビュー1994年デビュー1995年デビュー1996年デビュー1997年デビュー1998年デビュー1999年デビュー ABC 出展、日本ミステリー辞典、P284? 本格出展、本格ミステリー作家クラブ設立に寄せて出展、世界の推理小説、総解説。ただ、本格派推理小説は、いわゆる、社会派推理小説と対立、独立のジャンルではない参考文献、本格ミステリーフラッシュバック出展、日本推理作家協会賞と、本格ミステリー出展。 日本推理作家協会賞受賞作全集20推理、小説展望ピアニッシュも29から39、第1部推理小説講座第3章本格と変革、そのため講談社系以外の作家及びその作品に対しては使用を避けるべきだという意見もある。出展、日本ミステリー辞典 P165、新本格、ハット ABC それ以前に、 星新一ショートショートコンテストに入選している。短編、焼けた線路の上の死体が、1986年にアンソロジー、無人踏切に収録されている。ありがとうございます。